県南部の梨やリンゴに甚大な被害をもたらした霜や凍結の影響は丸森町にも及んでいます。名産のコロガキの材料となる柿の収穫が激減する見込みです。丸森町高野地区の八島哲郎さんは、およそ二百六十本の柿の木を栽培しています。例年はおよそ三万個を収穫していますが、丸森町では今年四月中旬に マイナス6度を記録するなど、例年より厳しい冷え込みが続き、八島さんの畑では、半分以上の柿の芽に霜や凍結の被害、逃走害が出ました。柿の実になる芽がもう凍って死んでしまったので、それがなってないから、一応葉っぱはついてますけど、まあ、花が咲いてる花芽もなく、もう実が今、ついてない状態です。

丸森町にある20の農家で闘争害が確認されていて組合全体の生産量は例年の6割近くに落ち込むとみられています丸森町では毎年11月ごろにはころがき作りが始まり鮮やかなオレンジ色の実が吊るされた光景が地区に広がりますが今年は大幅に縮小される見込みです冬のね 大きな収入源であり、この丸森町の高野地区は含め、山間地なんで。お米の収入は正直大したことないんでね。非常に厳しい状態が今続いています。県によりますと、逃走害による被害額は蔵王町や角田市などで。梨が三億九千六百万円。リンゴが二千三百万円と総額四億円以上に上っていて。県は。 他の果樹類についても被害状況を調べ、支援策を検討することにしています。